はい、9月17日11時20分の相場解説になります。買いで取れるよって言ったところからなんですけども、どうでしたかね。買いで取れるかなと思ったんですけども、まあまあヒゲは出ましたね。ヒゲ出て突っ返されて、こっからまああの窓を埋めたんで下に下がる可能性出てきますよね。ちょっと買い一辺倒はこの辺でやめてですね、このまんま下の方に跳ね返されていってしまうのか、そしてね、トレンドの方向ですね。トレンドはだから右肩下がりですからね。で今このセカンダリートレンド、1時間のトレンドはこういう風になってますよ。だから4時間は右肩下がりだったと思うんですよ。4時間ちょっと見てみましょうか。4時間これですね。あれ右肩上がりですね、すいません。1日だったかな、そうデイリーですね。デイリーでは右肩下がりだったということでした。ですんでこれが売りにね戻る可能性もあるんですよ。ただだからといってじゃあ売りなのかって言ったらそうでもなくってね、またこれなんですかね、押しを作って上昇するその縮みかもしれないんで一旦様子を見ましょう。そういうことで追加放送終わります。皆さんどうだったですかね。